バキラ愛のコーナーです。今日のゲストには茨城県立歴史館の学芸員川又清明さん、そして大関健さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、お二人は茨城県立の博物歴史館の学芸員さんということなんですけれども、はい、この茨城県立歴史館というのはどういった施設なのか、まず教えていただけますか。はい、水戸市の緑町にありまして、はい、茨城県の歴史1万年以上前の遺物から、うん、あと昭和平成に至るこの合併につきましての詳しい茨城県の流れが展示されている歴史館であります。そうなんですか、はい、1万年以上前からのもう茨城の歴史のいろんな品々を展示しているということ で、はい、うでね、もう茨城の歴史を知りたいという時は歴史館さんに行けば、はい、もう茨城の歴史何でも分かるということなんでしょうかね。はい、はい、そういった歴史館さんということで、歴史館さんでですね、今先ほども、ね、オープニングでお話しましたが、日立の国風土記、はいはい、こちらの展示を行っているということで、今日いろいろとお話をお伺いしたいと思うんですが、まず初めにですね、じゃあの風土記についての VTR があるということなので、そちらを最初にご覧いただきたいと思います。どうぞ。奈良時代初頭、全国で編纂された風土記、それは郷土の産物や山や川などの自然、その由来や古老の言い伝えなどを収めた地史である。東日本に唯一今に伝わる常陸の国風土記は、常陸の国の古人の暮らしや文化を今に伝える貴重な文化遺産です。風土記編纂の神事が出されてから1300年の今年、県内各地のイベントを通じて古のふるさと茨城に出会ってみませんか。はい、ということで、すごくね、いろいろと歴史のあるといいますか、はい、はい、これが風土記ということで、はい、はい、ご覧いただきましたが、ま、今の VTR もありましたが、はい、改めまして風土記とはどういったものなのかを教えていただいてもよろしいですか。はいはい、ここに江戸時代に公定されました風土記がありますが、はい、まず郡号の地名は良い字で書きなさい。郡号、はい、というのは氷、はい、今で言えば茨城県東茨城郡っていうありますね、はい、そういうのを郡ではなくて氷と読むんですが、はい、その下にまた茨城町ってありますね。そうすると50個で利号という利を作ってあるその組織があります。そういう中のは良い字で、例えば、はい、今鹿島市は鹿の島と書きます。そうですね、はい、昔は香る島、香る、はい、香りが香るとかの香る、はいはい、島とかっていうふうに書くいうふうにこう良い字で書いてください。それで鹿島と読んでる、はいはい、そうなんですか、はい、あとは郡内にその氷内におります動植物、はい、あとは鉱物等の種類、例えばここで言えば金があるのかとか、あとはどういう動物がいるのか、猿とか、うん、イノシシとか鹿はどういう状態なのかっていうことが書かれています。そうなんですか、はい、あとは土地が肥えているのか痩せているのか、うん、はい、あとは山川の名称の由来、この川は何というのかな、日立の助川ってありますが、酒のことを助というんですね、はい、助川、たくさん川で取れるからということも言われております。あとは古老が言い伝える古い話などを書いて、それをまとめて朝廷に提出しなさいという命令がちょうど1300年前にできたわけです。そうなんですか、はい、で1300年前にその作るという話が出て、はいはい、完成したのはいつ頃なんですか。常陸の国風土記はですね、はい、720年前後に作られたのではないかと言われております。そうなんですか、はい、そうしますと作るまでにどれぐらいかかったっていうことになるんですかね。7、8年かなと考えております。7、8年ぐらいの制作期間で作られた、はいはい、ということなんですね、はい、なるほど。ちなみにこちらは誰が作ったものなんですか。はい、645年大化の改新っていうのが
あったかとご記憶かと思うんですが、はい、そこに中富の鎌足りっていうのがいらっしゃると思うんですね、はい、中野農場を助けました、それがあの終わりまして、その方が藤原という姓をもらいました。そのお孫さんに藤原の馬会っていうのがいらっしゃるんですが、その方が今でいう茨城県知事に任命されて茨城県に来ました。その方が作ったんではないかという説が一番有力です、はい、そうなんですか、はい、そういった、ね、経緯で作られたこの不動記なんですが、はい、今回その歴史館さんの方で展示しているということで、はい、その展示会の方はどのようなものが展示されているんでしょうか、はい、この不動記は奈良時代に作られまして、はい、それがずっとこれ伝わってきたものではありません、はい、途中でなくなってしまいまして、はい、江戸時代にある人が写したものが発見されました、はい、それをもとにいろいろな不動記ができまして、それを肯定したものです。でこの一冊を、はい、巻物にしてみました。巻物に、はい、おー、10メートルあるんです。10メートルもあるんですか、はい、だいぶ長いですね、はい、でこの不動記を見ますと、はい、ところどころ以下略すっていうことが書いてありますので、以下略って書いてありますので、はい、書いてありますね。伝わってこなかった分があるんですね。あ、分からなくなってしまったりとか、はい、で以下略、はい、そうしますと、それを考えますと、はい、約3倍あったのではないか。本当はもっと3倍あった、はい、こんな厚さではなかったかなと言われているようです。でこれが30メートルになるかなと。こちら10メートルなので、3倍で30メートル本当はあるんじゃないかということで、はいはい、算数で言いますとそうなるかと思うんですが、確かにそうですよね、はい、実際見てないんでどうなるかあれなんですが、はい、そうですか、はい、そういう、こう立派な本というか、あの由緒ある本です。はい、ですか、その1300年前からの茨城の歴史、はい、茨城のことが細かに書かれている、はいはいはい、もう超大作と言いますか。そうですね、はい、でお国自慢で、うん、あの日立の国不動記は、はい、61カ国から提出されたうちの5冊のうち残ったうちの一つなんですね。あ、61カ国で65カ国だくらいだと思うんですが、はい、5か6なんですが、提出されました。67冊それぞれ、はい、それぞれの県で、はい、作っていて、はい、その中の一冊で東日本唯一です。東日本唯一で残っているもの、はいはい、西日本で4冊なので、東京こちらの東日本では茨城県のこの日立の国不動記が唯一です。そうなんですか、はい、東日本で1冊しかないんですね、はい、そうです。そうなんですか、とっても貴重な日立の国不動記ということなんですね、はい、はい、そしてこちらの日立の国不動記なんですが、はい、歴史館さんの方で今日、あの今回展示でいろいろと展示してある中で、はい、とっておきのもう歴史館にしかないものがあるというふうにお伺いしたんですが、はい、どういったものなんでしょうか。同じ日立の国不動記なんですが、はい、この西野さんが作られました日立の不動記は、はい、8冊の日立の不動記と伝わってきたものを肯定しまして、はい、ここはこうではないかというもので、あの書き加えて構成しております。そうなんですか、はい、ところが菅正助さんという商工館の学者が、あのいらっしゃるんですが、はいはい、その方は伝わったきた不動記をそのまま書き写したと、自分で、おなので書き写して、はい、写本にしたということなので、1冊しかないんです。これは版木ですので、たくさん出回りました、はい、あちこちに持っているんですが、はい、同じ内容でもところどころ字の違いとか、あと内容の違いも見受けられます。それは西野さんがこうではないかと書いてしたものですから、菅さんは伝わってきた本をのそのまま書き写したという一番の信頼できるもの、はい、原本に近いもの、はい、ということなんですね、はい、それが一冊しかなくて、はい、それが歴史館さんの方に展示されている、はい、ということなんですね、はい、とても貴重な一冊ということなんですね、はい、分かりました。そしてね、そういったいろいろな展示がされているということなんですけれども、その他にもいろいろと展示物があるとお伺いしたんですが、はい、はい、日立太田市の長者屋敷遺跡ってあるんですが、はい、そこにから出ました鬼瓦、奈良時代の鬼瓦、はい、あの屋根の上に飾りまして、邪気を払うということで、こう、あの魔除けのような魔除けなものですね、それが飾ってあります。茨城県ではその時代のものとしては初めてのものかなと思いますので、茨城で初めてのもの、はい、貴重ですね、はい、奈良時代のものでは初めてだと思います。奈良時代のものですか、はい、あとはどういったものがあるんですか。その他にですか、はい、はい、あとはあの、うん、はい、あとはこう、はい、またぐまんごって書かれました、当時このここにありましたまたぐまんごという水戸市のまたぐま町がその辺りじゃないかと言われている、はい、それを証明する土器に文字が書かれております、はい、土器に文字が書かれている、はい、あのこう乾く
途中でヘラでこう、はい、またぐまごあ、はい、で書きましたものが、ってあるものは、はい、そうですね、そうですか、はい、そういったいろんな、ね、貴重な品々が今回展示されている、はい、ということなんですね、はいはい、ぜひご覧いただきたいと思います、はい、そして大関さん、はい、あのこちらの展示に関連して、はい、いろいろなイベントも行われているとお聞きしたんですが、はい、どのようなイベントですか、はいはい、うちの県立歴史館の方では、はい、3回の講座を考えております。3回、はいはい、そのうちすでにオープニングの日、こちらが8月24日だったわけなんですが、はい、その日すでに行われてしまったんですけども、うん、基礎講座としまして日立の国風土記入門ということで、はい、当館の資料学芸部長の、大津学芸部長の方で、行ったんですけども、はい、まだ残り2回ほどございます。はい、11月9日土曜日なんですが、はい、こちらは風土記と食に関する話を、うん、こちらの川俣の方で、はい、それから、11月16日の土曜日、こちらは風土記と道に関する話を私大関の方で、させていただくという計画でやっております。そうなんですか、はい、この風土記と食風土記と道ということなんですが、はい、こういった食や道のテーマにした理由というのはどういったことなんでしょうか。はい、実はですね、日立の国風土記の中にですね、はい、日立の国は、常世の国と言われた理想郷かもしれないという記述が書いてあります。はい、つまりあの食生活食文化も非常に豊かだったということ、それからそこの中にたくさんの食材が出てきます。そういうことを元にお話をできればなというのがこちら川俣の方の講座になります。そうなんですか。はい、でもう一つその道の方なんですが、はい、日立の国というこの日立という国の名前は、この道と非常に関係がある。そうなんですか。この名前の元になったのは、うん、日田道というまっすぐな道だという、うん、そこから来ているという説がございます。日田道、はい、これも実は風土記の中に書かれておりまして、そういう道関連の話を私大関の方で、させていただくというのが残り2回の講座になっております。そうなんですか。はい、そういったね食や道と関連して、はい、さらに風土記を奥深く知ることができるという、はい、こちらのイベントなんですね。はい、こちら11月9日土曜日、そして11月16日土曜日、はいはい、残り2回開催される、はい、ということなんですね。はいはい、ぜひお越しいただきたいと思います。はいはい、そしてその他にイベントのようなものもあるんですか。はい、実はですね、当歴史館はイチョウの非常に有名な名所でございます。はい、そうですよね。はい、11月4日の土曜日から24日の日曜日までは、はい、イチョウ祭りとしまして、和の文化の祭典ということで、土日にたくさんのイベントを考えております。はい、そちらにつきましては間近になりましたら、当歴史館までお問い合わせいただきますと幸いでございます。はい、わかりました。お問い合わせ先こちらになります。はい、029-225-4425、はい、そして茨城県立歴史館のホームページからもご覧いただけるということで、はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。それでは改めましてこちら日立の国風土記の展示の方の詳細の方を教えていただけますか。はい、こちらですね、はい、8月の24日から始まりまして12月の1日日曜日まで2回ギャラリーと行っております。はい、それでこの期間無料で展示しておりますので、無料で、はい、あの1回置くとは入館料いただきますが、この期間2回ギャラリー風土記1300年見たいっていう方は、はい、ぜひもお申し出の他に無料でご覧にいただきます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。無料でご覧いただけるっていうのはね、はい、普段はやはり入館料ですとか、ね、はい、かかると思うので、はい、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。はい、それでは最後に一言メッセージを代表して、では大関さんの方からお願いいたします。はい、こちらの日立の国風土記は、我々の先祖がいかにこの日立の国に思い入れがあったのか、その日立の国がどれほど豊かな国だったのかという魅力いっぱいの内容が書かれております。ぜひうちの茨城県立歴史館の方に足を運んでいただいて、それを皆さん一人でも多くの県民の皆様に実感していただければなと思っております。お待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうも。今日は茨城県立歴史館の学芸員川俣清明さん、そして大関武さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。以上、茨城ラインのコーナーでした。